み放題行ってみますか。行きましょう、うん。タピオカ入れるんだ。すごい、タピオカ放題。タピ放題。すごいね。見て、タピオカ乗ってる。え、これもいいの？ミルクいいの？これもいいの？タピオカ入れよう。これで？うん。え、本当にこれで？これでね、それでいいんだよ。するしかなくない？二刀流だ。すごいね。ちょっとでいいかな。あんまりいっぱい入れすぎて。リミちゃんも。リミも？リミ。リミは一つの人。うん。うま、一個しか食えない。一個ずつしかできない。これなんかあれだね、もっとガバッと寄せるのがあったらよかったね。お玉。お玉。こういうのあれば。うん。このくらいかな。そんなもんにしとく？お、いっぱい作れたじゃん。いっぱい作れた、うん。それで、ミルクティー。リミはミルクティーにしとこうか。うん。しょうちゃんはなんかカラフルな他のジュース入れてみる？うん。リミできる？うん。頑張れ。おお、どうぞどうぞ。もう一杯。もう一杯入れよう。頑張れ。おお、いいね、いいね。で、こぼさないようにね。うん。で、このでっかいストロー。お、すごい太いね、このストロー。ね、すごいね。これやばくない？なんか普通のタピオカ用より太くない？太い。めっちゃぶっとい、このストロー。しょうちゃん、なんかじゃあ飲み物入れよう。とりあえずオレンジ。とりあえずオレンジにしよう。いいじゃん。いいじゃん。はい。いいね。はい、じゃあ行こう。一旦帰ろう。これもママが。うん、これ作ろう。さ、後でこのスムージーを作るな。いいよ、作っちゃう。故障してんの？違う、洗ってんだと思うよ。まず氷。氷を入れて好きな果物か野菜を入れるんだって。氷を入れる。まずじゃあ氷を入れよう。これぐらいかな。うん。これぐらいやったらバナナがいいから。こっから8切れだって。何作ってんの？バナナスイーツ。バナナスイーツ。バナナスイーツって書いてある。これね、バナナ。4、5、6。はい、すいません。スイーツ、これた。そしたらソフトクリーム一巻きって書いてある。あ、それは最後か。で、各種ドリンクをコップ半分まで注ぐって。好きなドリンクを注ぐんだって。いいよ、大丈夫。じゃあ押すよ。うん、押した。すごい、すごい、出来上がりだった。すごいすごい、すごい、うん、いけるよ、うん、バナナシェイクになったね。バナナシェイク、ね、これもストローいってるんだったんじゃない？大丈夫大丈夫。この麻婆豆腐確かすごい美味しかった気がする。好きじゃない。辛いの？辛いのダメ？そう、辛いんだよ。どうしますか？パスタ、美味しそう。美味しいよ。ね、昨日も食べたけど。ピザ。こう、そう、うん。何これ？あのソース。これ？あ、そのやつにこれをかけるのか。冷たいパスタだ。冷製パスタだ。なめこ。
らっしゃいませ。美味しいよ、多分。ここに入れて麺が温まるまで茹でますって。すぐ温まりそうだけどね。すごい、すごい美味しい。ちょっと待って、もうちょっとだね、うん、どう、うん、ほぐれた、うん、そしたらカゴを上げ軽くお湯を切ります。もういいね。でラーメンのお椀に、そうこのね、でもねここのねラーメンのはちっちゃいんだよね。だからね溢れちゃうんだよ、そのラーメンのつゆが、ね、でトッピングするんだって。メンマ好きだったよね。メンマ好き。メンマにネギ。ネギね、あんまね慎重に食べないときに。なんで家ではね。ああ、白コロがいるからね。こぼさないの。ごまだって。ごまちょっとかける。おお。美味しそう。じゃあ音はこの豚骨ラーメンの。白だしって何？白だしはうどん？ちょっとお茶漬けか。これ置いた方がいいかも。これねめっちゃねお椀がちっちゃいからね。ラーメン出来上がり。出来上がり。箸持ってくの忘れちゃった。箸持ってきた。うん。なあ。パパが持ってきた。で、生ハムってどう思う？生ハムってどう思う？生ハムってない。生ハム。醤油かけてこなかったの。生ハムだけ。でも、マジで丸ごと食べてるね。辛くない？そうだよ。いただきます。これ丸ごと食べる。いただきます。いい？いいよ。辛くない。ありがとう。ベルよりか混ぜた方がいいかも。ありがとう。なんか、うん、食べたら片付けてくださいって言ってた。片付けてた。あ、うん、本当だね。いただきます。こういう借りてもいいですか？こんな楽しみ方がある。かき氷にタピオカ入れてるよ。ジュース乗せてもいいの？こんなんじゃないの？あったって。フォトコンテストだって。インスタグラム。インスタグラマーだって。ママそれ出したら。インスタ映えする写真を撮んなきゃいけないってこと？うん。難しそう。ハンバーグ食べる。パクパクパク。サングラスかけれんじゃん。ぴったりハマりそう。さーってハマるのか。ハマるねじゃん。いいんじゃない？案外似合うんじゃない？案外。見て。
おお、いいじゃん。ちょっとずれてるけど。ちょっと顔がちらり見えてる。下から。これはこれ。いいじゃない、かわいい。ちょっとやっぱ目が見えちゃうけどね。こうでもいけるね。おしゃれじゃないこれ。ね、うん、いいじゃん、いいじゃん。ガチャで撮ったんでしょ、この。うん、ケースも付いてるんだね。しかもこうやってパタンパタン。友達持ってる。持ってんだ。ガチャガチャだもんね。え、これ持ってんの？これ持ってんの？しーちゃん、これにあげるよ。うんちくん用に。うんちくん用に。うん。いいよ、優しいリミ。いいよ。しーちゃんあげるの？うん、だって本当にこまちゃん用にガチャガチャしてる。でもこまちゃんにはちょっとちっちゃいね。ね、うん、最初大きいかと思ってガチャガチャ。そうかそうか、大きいと思ってやったらちっちゃかったもんね。それでね、ぬいぐるみ用バッグがね、上にあってね、それで今日ちょうどね、300円だったの。そっか。だから、やらかした。やらかした。できなかったの、それが。ね、うん、ほっぺマッサージ。なんで大きくなっちゃった？そう。なんで？だからね、マッサージしてね。細くしてるの？細くしてるの。あ、大きくなっちゃったの？そう。なんで最近食べてんの？ジュースいっぱい飲んでるの。そっか、ジュース飲んじゃうから顔大きくなっちゃった。最近お出かけするようになった。あの、家でずっと白黒とかハリーポッター見てゆっくりしてたの。だからお水しか飲まなかった。でも昨日もハリーポッター見たんでしょ。そう、その時ね、スプレート飲んだ。それお家にいる時も飲んでるんだ。何それ、お出かけ関係なくない？だけど昨日だけだもん。うん、多分何それ。すごい、インスタ映えする。すごいでしょ。すごい、タピオカも入ってます。かき氷、これさ、うん、あの、タピ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 コン、タピコン、タピコン、タピコンにアップしたら。そうだね、インスタ映えする写真を撮らなきゃいけない。タピ農家にさ、ここにピノをさ、つけたらさ、タピノね、タピ農家のお店作ろうや、うん、いいでしょう、いい感じ。タピオカだけ。おいしい。うん、最近ね、よく食べるようになったね、タピオカね。飲むようになりました。いや、美味しいの。美味しい？